はい、カリキュラムのお話をしていきます。まず適正のお話からなんですけれども、まず最初はどの学年からでもこの適正の F の教材から始めてください。文系、理系、それぞれ適正対策は F、 ここをスタートにしてください。で、これが終わったら、まあ、動画なんでね、速習して早く見ていくことも可能なので、早くこの F を終わらせて、これが終わったらその次は、こちらの S に入っていきますね。で、この F、S、これ4冊まずしっかりやりきってほしいなと思うんだよね。この4冊です。で、これが通常の塾では2年間の寮になるんですけれども、しっかりねやっていけばね、そうですね、3、4ヶ月でね終わらせようと思えばね終わらすことできますので、欧州科の塾生はだいたいこれをね、通塾してる子はまあ4ヶ月ぐらいで終わらせてるのが適正なスピード量なんですね。これね、自習もしっかり含めてやってますのでね、まあこれの完全解説を当然動画ではやってますんで、まずこれをね飛ばすところがまずないです。この FS に関してはしっかりこれをやってほしいなと思います。で、逆に4年生とかね、5年生から始めている子は4、5年生の終了ぐらいまでにまずこれはしっかり終わらせてほしいなと思います。で、これが終わったら、プレイバイスタディの前期後期に入ってきます。これはFS で勉強したものが過去問っていう風な総合問題の形式になってますんでね、5年生もねここまでは終わらしといてほしいなと思います。4年生は FS ぐらいまででまずいいかなと。で、6年生だったらもうこの辺は必須です。早い段階で終わらせてください。欧州科の過去問に入る前にまずは過去問演習、いろんな学校の問題が入ってますのでね、比較的優しめの問題もあったり、後期はちょっと難しめの問題が欧州科レベルの問題もありますんで、まずこれをしっかりやる。これで最後に仕上げとしては過去問ですね。これを8年分適正しっかり解説を受けてもらって、欧州科受験に行っていただければ、まず困ることはないんじゃないかなと。合格にかなり近い受験生で、2月3日欧州科受験に行けると思います。で、作文の方のお話をしようと思います。これは本田先生の方のね作文教室になるんですけれども、まあ欧州科のこの教材を使って原稿用紙で、まあこれをしっかりやり取りしてほしいなと思います。欧州科の作文というのは非常に特徴ありますのでね、欧州科だけなんだよね、独立して作文として東京都で公立中高一貫の中で問題出題されてるのはね、適正の中で作文が問われてる学校はたくさんありますけど、作文で独立して出てるのはね欧州科だけなので、まず作文はね、早いうちにやった方がいいです。直前でね暗記で詰め込むようなものではないので、ぜひね4年生ぐらいからでもね少しずつ書く練習をしてほしいなと。5年生ぐらいになったらもう作文は必須ですね。やってください。それで最後はこの過去問の作文編をしっかり解説を8年分受けていただいて、欧州科でこれからどんな内容が出てくるのかな、テーマが出るのかなっていうものもねしっかり自分でね分かるようなところまで、しっかり勉強していってほしいなと思います。作文はね、英会話を勉強する人って山ほどいますけどね、作文のものの書き方を勉強する人ってあんまりいないんで、書くっていうこともね、得意技にしてほしいなと思います。まあぜひそういう風なカリキュラムで通信講座やってますんでね、頑張って勉強していってください。